はい、こんにちは。はい、こんにちは。えー、ドイツにお住まいのオペラ演出家、ズレツ子さんと、お京都の能楽、島津宏きがお送りしております。ノート・オペラ対談です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとですね、この間、えー、っと私の方でうん、今度はあります、シャリの装束、えー、付け。 という動画を出したんですけれどもそれを見ていただきまして、はい、何か質問とかあればと思っております。はい。えーとはい、そうそう装束漬けのビデオって結構ね、うん、他の方も作っていらっしゃったりとかしてあのまあなんとかね、えー、っと見る機会があったんですけどもあの松野さんがね作ってくださったこのビデオは。 えー、結構かかりやすすったですあの松野さんがね結構質問をあの細かくあのしてらっしゃるからそうなんですでんかあのえっ、ー、と途中あまりにも答えにくい質問とかで、えー、困るっていう <laughs> あ<の> <laughs> 絵面があったりとかしてね <laughs> でもその最初かなりテンポ早く刺さ,さーってきっ ってらっしゃるなと思ったら、ますのさんが早い早いとか言って、こうストップしてくださったりとか。してそう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 。<laughs> <か>あれね、<う>本当に本気でつけたら、もう、もう数分でつくんで。うん。結構、あの、早くつけ、ついちゃうんですよね。そうすると何も、何を質問ができないじゃないですか。うんうん,うん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 。だからち、ちょ、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待ってとか言って <laughs>。うんうんうん。うん。うん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 。やっておりましたね。なる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。うん。 あのね結構細かい手手手の手をすごくこう映してくださってたからあこん,こんなふうにこんなふうにう紐を縛るんだなとか締めるんだな。なん,、ね、なんか結構特殊な縛りり方をしておりますねうん、うん、あとあのこう締める時も締めますって言ってこう締めてらっしゃっ結構優しく締めてる感じに見えるけどでもどこまでも締まるんですかねぐーって。 そうですあのストップかけない限りずっと締め続けますねえそのコメントもおっしゃってたけど、うん、なんか結構簡単にスーッてやってる感じがするんだけど結構きつく締めてやっぱいらっしゃるんですよねあのー、えっとどう言ってるのかな腰の紐とか、えー、は結構きつく締めとかないと、うん、あれで動くとなった時にやっぱ、うん、あのー。 装束がこうザクザクになるというかね、こう,こう,あのうまくちゃんとまたまたまじ状態に保てないんで、結構締めますよ。腰紐ってあの、私が持っている浴衣用の紐って薄っぺらいんですね。あのはいはいはい。はいはい。なんかあの、ええ、ビデオで見る限り、結構太いですよね。太いですよ。えっ、ー、と、平打ちと丸があって、平だったらこう3センチか4センチぐらいあります。おー でその中に綿が入ってるんで結構分厚いです。ってことはさ締めて、まあ、こう締めたあとにさらにこうねじって中に入れたりとかするじゃないですか干物にそれでさらに帯とかが来ると当たって痛くなんないんですかあれは、ね、痛くないです綿が入ってるんで逆にクッション性が高いんです、ね、あれで痛くなることはないですんでるそいいんですそれも自分でいい位置を決めるんです、うん なるほど。なるほど。うんで1番きついのはあれはね。そんなにきつくなくって、あの腰なんでお腹の下にくるんでそんなにきつくないんですけど、あのまた違うきつけの仕方でどういったのもうちょっと細い紐でいいぐらいに来るやつがあるんですよね。その時はあの気をつけないと結構しんどい時あります。あ、そっか。あの。 基本的に腰のあたりですもんね。そうです、<の>そうですベル。ベルトみたいな。女性で振袖とか着付けると結構水落ちの上からもすでに帯がないですか。だから結構水落ちのあたりにこう紐が来るイメージが小さい頃からあるんですけど、うん、そうか、そういうのっていうのの方が少ないんです。そう,そうなんです、そこに来ることは、まあんまりないんですよね。あ 結構みぞちのとこで変なとこにあったともう本当に痛くてこうなんか耐えられるみたいな感じにこう,うんでしょううん、うん、そうそうそうだから腰なんで割とその辺は融通が効きますよ、ね、あなるほどってことは骨盤のところに紐が来てるっていう感じ、うん、骨盤の上ですよねあじゃあ一応ウエストの骨がないところにグッて入るんですかそれあのベルトみたいな位置ですかそれとも骨盤の骨の上っていうか締めてもこ,これ以上当たらないみたいな 骨があったらこういうふうにきます、うん、骨盤の前がこっち前ねここ,こ,こ,ここが骨盤なんですけど私だとはい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 このここ,こ,ここから骨があってここからだったら,硬いから絶対平気なんですけど、はい、ここって結構何もないからグーって締めたら締まるじゃないですか、うん、ウエストのここは締めないですよねやっぱここからですよねえっと ここですねだから骨盤の上ですわ、うん、ってことでやっぱ骨がないとこ骨がないとこああやっぱそうなんですかうんうんうんああ<ー>でそのサイドの部分横の部分でちょうど骨盤をお腹の下からいって骨盤をクロスする感じで上に上がってきますまっすぐじゃないんですよ全部こう斜めにいくんで<ー>後ろが高くなるんでああ ってことは全部の肉だけのとこでもないし、ちょっと半分骨のとこと肉のとことちょうど混ざってるそうそうそう。そうです、そうです。そんな感じです。うあんなふうに着てるんですわ、うんうん。なるほどね。あの、着物であの、袴見てて思ったんですけど、やっぱ平たいですよ、ね。なんだから、ね、平たいです。 あのその立体になるけれども、うん、平たいじゃないですか。<え>でええこの間その温泉に行って自分と、まあ、いろんな人がこう泳いでるかみ見るじゃないですか体を。でこう自分結構そんなにお肉もないから細いはずなんですけどこう、うん、正面から鏡を見ると寸胴みたいな感じなんですよ。向こうの子たちって 太ってて結,結構お肉がむっちりついてても正面から見るとちゃんとこう,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 こうくびれてるんですよ。うんと思ってやっぱ着物って寸胴どうじゃないですかね。で <laughs> んかやっぱりこういう服が似合うように体がなってるんだって思います。<laughs> あそうやと思いますよ。<laughs> ね<え>あの、うん <laughs> 悲しいくらいに寸どうみたいな自分が。<laughs> ちょっと笑っちゃうも。もうなんかなんでみたいな。あのゆくゆくは和服で通してください。こう、悲しくなってしまうぐらい寸胴なんですよね。<う>でもああいう着物だとね。そういうのがいいですもんね。あの外人に着物着せると大変じゃないですか。ここに大変だもうねえ。なんか何個何個も何個も<う>あのタオルとか巻かないと、ちゃんと帯が位置に来ないですよね。 そうだからやっぱりその体型というものは体型とまあファッションですよね、うん、っていうのはまあリンクしてる感じですよね。こっちの服、まあ、ドレスとかってやっぱりこう。こうこう お尻のところにスカートがバーってきてこうボリュームがあるようにするために、うん、あえてそのこのくびれを、まあ、強調する洋服がありま、はい、すね男性の背広とかフラッグとかつばめみたいなああいうのも本当にこうやっぱ男性でもやっぱ多少やっぱりくびれるようなスタイルを言うのがいいとするじゃないですか根本的にやっぱり違うっていうんうん、違うと思います。うんう そう腰の位置とかもねやっぱり全然違うんでね。ですよね。<ー>うん。ね、あのー、えっとあの、脳消毒に関して言うならば理想としては、まあもちろんこういう着流しのスタイルのこういうふうに裾が裾が狭まってるやつもあるんですけども、多くの場合はああいう袴スタイルなんですよね。と、うん、いうことは、体がこう A ラインになるようにしてるんですよ、ねうん。<laughs> で、それを、まあドレスもそうだと思うんですけれども、 こう下が安定して見えた方がなんか安心するというかううん、うん、そうそういうあのー、うんやっっぱり体型っていうのは大切でですすね。<laughs> ですよね。よ <laughs>、うん、あと肩の位置なんですけどうん、こうああいうこうなんかこうああいうこう鬼門能の装束って結構肩が張ってるものも多いことがあるじゃないですか。 でも肩の位置ってどうなんですか、はい、やっぱり内側なんですかそれとも結構こう堂々とする感じです。肩というよりも胸を張ってます。うん胸をだいぶ張ってるので、お同じと肩の位置を後ろにきます。胸を張っても肩は内になんですか、うん、それともやっぱり肩は外巻き外、外。外あ外うん うんただでも日本人ってこう,こう、お願いします、ありがとうございますってこう、中側にこう入ることがあるじゃないですか、そういう時って、ええええ、そしたら肩張ったままでお辞儀するんですか、それともやっぱり肩を巻いてお辞儀しますかあのてか、キャラにもよりますよね、女性の姿になる場合はちょっと小さくしてますし、うんうん、こう、ああいう、なんていうのか、荒いものになってくるとこう、ぐっと引いてますし。うん、うん という変化はありますよねその西洋のドレスとか、まあ、男性の背広とかもそうですけど、うん、基本的に外国でこう前かがみにこういう風になるっていう動作がほとんどない、うん、なんかこう「うん、よろしくお願いします」じゃないですか。 よろしくお願いしますじゃないじゃないですか,か逆によろしくっていう時にこう逆に胸を張るくらいじゃないですか、うんはあ、はだから絶対にこれがないんですよね外国だからドレスとかもここが胸が空いててもここがこう胸が張ってきれいに見えるっていうか,うん、うん、かやっぱりそう,そういう意味でもこう体の使い方普段の生活様式の使い方と洋服っていうのはやっぱりリンクしてるなっていうのはすごい思います。うんあ そうですね。だから、腰が結局、こうした分、する分、伸び縮みに耐えうる作りなんですよね、これが。ああ<ー>。じゃないですかね。こう、こう、こうしたときに、ここがもう詰まりすぎてるわけでもなく、開きすぎてるわけでもなくて。ああ、ですよね。うん。 ですよね、ドレスの場合は、ここ結構空いてるドレスがあるんで、こ,うこんにちはってやると、こことかがこう見えちゃったりとか、あとコルセットでここ固めてるじゃないですか、すごい昔持って。ここは基本的に動かないです意外とあの帯ってそのここ、この曲がるここにはないですよ。このラインに来ません。この曲がるところのここじゃなくって、曲がるここに来ません。 ってことこはその骨盤のここに巻いてるからってことですかここそう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 。ここえでも骨盤そうだからここのこの曲がるところとこのなんだろう肋骨の下から骨盤のここまでのところに入ってると、やっぱり動きませんここ。そう、そこにだから入ってるから動くんじゃないですかこういう動きが。うん。なるほど。うん。じゃないかな。ちょっとあの、 詳しくは分かんないですけども、あの別に僕らやっててあの動きにくいってことはないんですよね。よろしくお願いしますとかありがとうございましたとかって言ってこうペタッとこう座りますけど、うん、動きにくいことはないです。うん。うん。つ常の動きです。ですよね。うん。すごいですよね。うん。面白いですね。まあ少し今回ちょっと、はい、あのせっかくなんでああいう風な 衣装の着方をしているというのを見ていただいて、あのちょっとなんか思ったことをお話していただこうかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、失礼します。失礼します。